今日のマーティー君。はい、マーティー君。マーティー君。ああ、出た。出た。はいはいはい。お腹見せてますね、マーティー君ね。はい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 。よし。はい、じゃあ、マーティー。待て。待て。はいよ。よく待ってました。はい、じゃあ今日の本編ご覧ください。皆さんこんにちは。私は東都政府首相補佐官兼東都先端物質学研究所所長のマムロ玄徳だ。今回もサムネやタイトルでも分かる通りガンバラジンカードを100枚排出してきました。上血はい、ということで早速カード100枚見ていきましょう。まずはこちら仮面ライダービルドオクトパスライトフォームですね。いきなりスーパーレアが出てびっくりしたんだけど、今回のスーパーレア縦に線が入ってるんだよね。かっこいいね。キランキランですね。続いて仮面ライダー1号ノーマルだね。これは続いて仮面ライダー3号、これはレアですね。仮面ライダーディエンドはノーマルで、ナイトローグこれもレアだね。ちょいキラですね。仮面ライダービルド海賊ロックフォーム、これはトライアルフォームだね。うん、ノーマルです。続いて仮面ライダースカルはレア。仮面ライダー1号かぶった。仮面ライダースナイムシューティングゲームはレベル2ノーマルだね。続いて仮面ライダー J レア。仮面ライダーレーザーターボバイクゲームはレベル0これもレアだね。仮面ライダージョーカー、これはノーマルです。続いて仮面ライダービルド忍者ライトフォーム、あ、これもトライアルフォームレアですね。ディエンドかぶった。そしてきたこれがスーパーレア仮面ライダークローズだね。またやっぱり縦の線入ってる。かっこいいねこれ、かっちょいい。続いてライダーマンノーマルです。仮面ライダークーガーアルティメットフォームもノーマル。仮面ライダーデュークレモンエナジーアームス、これはレアですね。続いて仮面ライダー響きノーマルだね。またデュークかぶった。これで20枚終わり。はい、では21枚目からいきましょう。まずは仮面ライダービルドフェニックスロボフォームだね。これはノーマルです。続いて仮面ライダースカルレアだね。クーガアルティメットフォームかぶった。ゲームアクションゲームはレベル0だねノーマル。そしてお仮面ライダービルドキードラゴンフォームスーパーレアですね。おいいねこれも、かっちょいい。続いて仮面ライダーチェイサー、お、これはキャンペーンだね。キャンペーン、あ、いいね。行っていいよって書いてある。はい、続いて仮面ライダービルドロケットパンダフォームノーマルだね。クローズチャージレア出ましたね。レジェンドレアではないです。続いてブラック RX ノーマル。サンゴはかぶった。あ、ドライブタイプトライドロンノーマルですね。続いて仮面ライダープロトドライブ、ドライブ系が続いたノーマル。そして海賊列車フォームだ、これはレアですね。ブラック RX はかぶって、お、これもスーパーレアブラッドスタークだね。あ、いいね。今回スーパーレアめっちゃかっこいいよね。いい感じ。クローズチャージはかぶって、仮面ライダーガーム勝どきアームズノーマルだね。いざ出陣。スカルはかぶった。仮面ライダーグリスノーマルですね。グリスのレジェンドレアも出てるみたいだね今回ね。そして40枚目は仮面ライダーディープスペクターでした。41枚目、仮面ライダーシグルトチェリーエナジーアームズ、これはノーマルだね。勝どきかぶったシャドウムーンレアです。海賊ロックフォームをかぶったね。リュークかぶった。ナイトローグこれはレア。ブレイブクエストゲームレベル2だね。これもノーマルか、かっこいいな。プロトドライブかぶった。お、これはキャンペーンか。仮面ライダーブレイドですね。キックサンダーマッチって書いてある。ブレイドはよく知らないんだけどね、かっこいい。これはクローズチャージかぶった。
タイプトレードのかぶった、海賊列車かぶった、クローズだね、ノーマルのクローズ。これ出たっけ、お、ニューデンオーストライクフォーム。これはレアですね。フェニックスロボかぶった、海賊列車かぶった、ロケットパンダかぶった、忍者ライトかぶった、ジョーカーもかぶったね。お、最後、仮面ライダーネクロム、メガウルオー、スーパーレアですね。かっちり、今回スーパーレアいいね。61枚目、仮面ライダーディープスペクターだね、レアです。仮面ライダーマリカ、ピーチエナジーアームズのまたね、ニューデンオーかぶった、ライダーマンかぶった、マリカまたかぶった、ゲームかぶったね。おおキャンペーン、これ最初見た時ね、レジェンドラー来たーと思ったんだけど違いましたね。ラビットタンクスパークリングフォーム、スパークリングフィニッシュって書いてある、まあ、これいいね。スーパーレアもキャンペーンも今回すごくカードのデザインがかっこいいですね。素晴らしい。そしてスナイプかぶったね、レザータボかぶった、イエンとかぶった、アギとかぶった、海賊ロックかぶった、シャドウムーンかぶった、J かぶった、イチゴかぶった、クロノス、クロニクルゲーマーだね。これはノーマルですね。レザーターボかぶった、ギルド、ライオンガトリンクフォーム。これもトライアルだね。レアですね。はい、続いてブレイブかぶった、ドライブかぶった。これが80枚目でした。81枚目は仮面ライダー龍玄ヨミ、ヨモツヘグリアームズだね。これスーパーレアです。またかっちょいい。かっちょいいね。そして、あ、クローズのスーパーレアかぶったね。イビキかぶった。ライオンガトリンクかぶった。ラビットタンクスパークリングノーマルかぶったね。ライダーマンかぶった。お、クローズチャージのキャンペーンですね。スクラップ、ブレイクって書いてある。おお、これいいね。かっちょいいこれ。これはいいですね。めっちゃかっちょいい。そして、ラビットタンクスパークリングノーマルかぶった、グリスかぶった、海賊列車かぶった、アギトかぶった、クーガかぶった、デュークかぶった、ベニックスロボかぶった、クローズかぶった、クローズチャージかぶった、きたー！来ました！レジェンドレアですね。仮面ライダービルド、フェニックスロボフォーム、レジェンドレア、ようやく来ました。97枚目です、これ。いやー、レジェンドレア。かっこいいね。かっこいいけど、今回正直言うとスーパーレアとかキャンペーンの方が僕好きかな。すごいかっこいいね。闘志みなぎるカードですね。いい感じ。ファースト面見せてみようか。ファーストさせるとボルテックフィニッシュ PR なんだね。なるほどね。はい、ということでレジェンドレア、出ました。そしてビエンドをかぶった、クローズかぶった、ガイム勝ち時アームズ、これが100枚目でした。はい、ということで今回はガンバライジングカードを100枚排出してきたわけなんだけれども、結果53枚かぶりました。そして97枚目にレジェンドレアが出ました。厳しい戦いだった。ということで今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてこちらの方に今回のおすすめ動画がありますので、ぜひチェックしてみてくれ。それとチャンネル登録もよろしく。ということで今回は以上にしたいと思います。さようなら。